はい、こんにちは。コメントでもらってたんやけど、確かにね、この海賊の、昔奪ったって言ったオーブ、もらうの忘れとったなと思ってから、もう一回この隠れ家まで来ました。人いなくない？この前夜やったっけ？来たの。夜しか活動してねえのか。あ、そっか。日中やったら、ここを開けれると。確かね、ここあたりによってはね、海賊。あ、誰や？最後の子に。誰お前？夜になると海賊が戻ってくるぞ。ふえふえとくか。ここじゃない。ここでも吹いてみる？間違えた。あるね。ここの上の壺じゃねえか。どっかにしまったって言ってたわね。調べる。調べる。違うんかな。他に行ける場所、この意味深な空間とか、いや、どっかにしまったって言ったよね。なんか倉庫的なところに行かんといかんとかな。それ以外情報あったっけ？確かその中庭みたいなところにおった海賊がね、言ってたんやけど。どこにしまったかなみたいな。ここから、外に出た場所とか。それっぽくね？違うのかな？違うかな。お、外周回れるようになってたもん、これは。あ、なんか、あるね。これ使ってなんかすんのかな。でもなんか、ある使えるような。意味深のくぼみ。関係ないか。そういうとこに物があるのは FF やもんな。さっきの石関係あるんかな？どっかにあるはずやもんね。わかんねえ。あそこに棚あるじゃん。何もない。わかんねえ。これあれかな？一マス一マス調べるべきかな？それとも大きな岩の謎を先に解く方がいいかな？ちょっとパワープレイすぎやもんな、すべて調べるのは。調べるにも広いしな。
空間で、笛吹いたら、やまびこ帰ってくるかな。帰ってくるね。ほうほうほう。関係あるんだろうか、この石は。どけてこの下とか。ちょっと待った、ここで山彦下に降りたらね、さっきの笛関係ないよ、関係なくなるよね。あれ、ここでもなるんか。じゃあここじゃね。レッドオーブ来たー。君らの翼いらんな。力の種 K、なんか見つかっちゃったね。じゃあ証拠隠滅するか。オッケー。じゃあどうしよう。預かり屋に行ってこようかな。いや、せっかくここまで来たけんさ。確か、ここのお頭が、南西に行ったらなんちゃらって島があるよみたいな感じで言ってたね。ちょっと探してみようかな、そこ。これっぽくね？あー、多分これだ。で、この町が何なんやったっけ？なぜここに来るかを覚えてる。こんにちは。ここはルミザ、忘れられた島ですわ。ほう。まあ、お頭以外忘れてるってことかな。階段。おい。地面は丸くてぐるぐる回っているのです。でも、それを信じてくれず、私はこの島に流されました。しかし、それでも地面は回っているのです。なるほど、天動説と地動説のこと言ってるのか。しかし、地動説もさ、こう、未だに、なんか、その、信者的な人がいっぱいいたりとかするよね。結構なんか、その、地動説を理論的に説明したりとか、結構する人がおったりとか。私は預言者、そなたが来るのを待っておったを、さすがや。魔王の神殿は、ネクロゴンドの山奥。はいはいはい。やがてその太郎は火山の火口にガイアの剣を投げ入れ、自らの道を切り開く。はいはいはい。父親が死んだ火山かな。なんだこれは。リンク、ここに眠る。見せた。賢さの種。それさ、お供え物じゃないの？大丈夫？大丈夫かよ。噂ではガイアの剣は、サイモンっていう男が持っていたそうです。誰？あれ、こんなもん？情報を得るようなそういう街やったか。ちょっとここがね、あのさっきの人が邪魔で上の方に行けんやったから、夜にしてみるわ。夜になりました。どうやろうな、さっきの人避けてくれるんかな。天動説のおっさん、うわー邪魔やな。これ以上上ないや。あ、ここあれか、展望台かな。こっから空を見てるとか。はいはいはい。変わってねえな。しまったな。どこに行けばいいかわかんねえ。
どうしようかな、ほんと。次、どこに行くかの手がかりがここにあるかなと思ったら、そういうわけでもなく。ネクロモンドってそもそもどうやって行くんや？あそこ山に囲まれて行けんのよね。で、今、トリセツのマップ見てるんやけど、思いっきり山に囲まれてるもんな、この、お城。どうしたものか。あれ行ってみようかな。ちょっとね、その、攻略には関係ないんやけど、イシスの女王様の部屋に夜行ったらなんちゃらかんちゃらみたいな、そういうイベントがあるらしくてから。行ってみよう。トルーラ。イシス。久々やな。こっちやったっけ。マジピラミッドにはね、ほんとやられたもんな。丸いボタン視認できないというね。相変わらず広いな。猫おったな、そういえば。今昼やん。ちょっと待った。女王様の部屋はこっちやったっけ？一応その場所確認しとこうかな。最後の鍵。はいはいはい。オッケーオッケー。闇のランプ。戻されたわ。この国広いからね、歩くの大変なのに。エントランスもめちゃくちゃ広いし。なこいつら。間違えた間違えた。いや、目が覚めちゃうじゃないの。ゴロ寝しとるんか。男よ男よ、キャーキャー。スースー。お引き取りくださいませ。あらぬ噂が立ちます。ごめんな。人目を忍んで私に会いに来てくれたことを嬉しく思いますわ。何もしてあげられませぬが、贈り物を差し上げましょう。マジか。周りを調べろ。なんない。これで何もないってオチじゃねえだろ。何もないな。祈りの指輪。祈りの指輪ってなんだ。祈りの指輪だけかな。指輪はね、こんな感じでつけれるよね。多分。ちょっと待った。誰かにつけてみようかな。誰がつけれるかな。ランチが持ってるんかな。オッケーオッケー。ステータス。強さを見るのランチ。ちょっと画面キャプチャー撮ろうか。ちょっと待ってねー。オッケー。で、この状態で、
ランチに祈りの指輪。はい、使う。指にはめて祈った。ステータスは、力変わらず、素早さ変わらず、体力、賢さ、運の良さ変わらず、最大 HP 変わらん。MP も変わらん。攻撃、守備全部変わらんやん。何？ん？何が変わったんだ？邪魔なだけやん。邪魔なだけやん。ん？いや、装備してないな。よく見たら。一体何なんだ？謎。こいつに話しかけたっけ？はいはいはい。さあ、もう行きなさい。いや、この指輪なんなん？謎やな。水鉄砲より使い道ないやんか。ねえ、水鉄砲やったらさ、面白いことができるってさ、役割があるけどさ。ほい。でも指輪、こんなことすらできんよ。なんだよ、なんかあんのかな？ちょっともう一回名前見せて。祈りの指輪。バトル中に使えるとか？試すだけ試すか。いや、防御しよう。呪文にするか。適当に回復。で、防御で、道具の祈りの指輪。何も切んな。いや、これ小豆焼きかな。ただでさえさ、道具の枠さ、結構圧迫してんのに。さあ、どうしよう。ちょっと待ってね。ちょっとマップ見るわ。行けばいいんだろう。だからローブって、ローブじゃなかった。オーブって、全部でいくつだったっけ？ 7 個やったっけ？で、あと4つ集めないかんだよね。4つか。パッとクリアしてないってわかるのが、ジパングのね、ヤマタノオロチぐらいなんやけど。手がかりあったっけ？次どこ行くとか。ちょっと動画止めて考えておこうかな。